こんにちは、ナミさん。動画の更新お疲れ様です。今回は書籍の紹介をしていただきました。最強の勉強法というね、最強の勉強法を勉強したいかって言われたら、うわー勉強苦手なんだよなって方が、その最強の勉強法の本を勉強するかどうかっていうところがね、まず最初のハードルになってくると思いますけども、まあでもね、いずれは私たちもいろんなものを身につけて、そして学んだことを人に伝えていかなければなりませんよね。もちろん自分で実践することも大切ですけども、今ね、私ね、1歳半の、子供にですね、自分の子供大和くんにね、英語教育を施そうとしてるんですけども、でも子供に英語教育を施そうとする自分自身、親自身が、英語の勉強をはなからしないっていうのはないなと思うんで、今度こそと思ってね、一生懸命英語の勉強しておりますよ。翻訳をしてみたりとかね、文章を書いてみたりとか。だからね、連絡帳はね、親子の、スクール、キンダーガーデンの幼稚園ですけどね、幼稚園と私の連絡方法は全て英語で、英語の先生が来るんで、少しはね、身につくんじゃないかなと思います。考えてみたら、中学の頃に英語を始めて、挫折し、大学受験の時に挫折し、そして私の場合は、お茶の間留学のノバの方で、1年間学習して挫折しということでね、何回やってもね、なかなか身につかないんですよね。それは自分にとって絶対必要なものと思ってないからだと思うんですよ。ですんでね、今回は子供に対して英語教育を施すなら、親も絶対やっとかないといけないんだろうと。身につけられないかもしれないけども、取り組んでいこうかなと思ってますね。こういうふうに絶対必要なものっていうのは、勉強したくなるものではないかなと思うんですよ。で、今回ね、最強の勉強法っていうふうに出てます。結果が出るって書いてますから、何回もね、勉強に挫折した方は、今回こそ、この最強の勉強法というね、書籍を手に取っていただければなと、ナミさんも勧めてくださってますしね。はい、ということでね、今回最強の勉強法ということで、勉強ね、苦手なんだよっていうのは、もうちょっと脇に置いといて、苦手を得意にすることで、これからの人生ね、もう一花、二花咲かせていきたいなと思いながらも、ちょっとひまわりもそろそろね、旬としてますよね。秋のコスモスなどが、これから、華やぐ季節かなと思います。また動画の方を送っていただければと思います。ありがとうございます。